はい、どうもこんにちは、古木です。本日はですね、秘宝ですね。かなりの秘宝です。何度かね SNS では言ってるんですけども、今年はね肌にが本当にきつかった。もう見てわかると思うんですが、ほとんど肌に被害でかなりのダメージを受けてます。肌にが本当にもう何度も言いますけど、こんなにも来るかと思うぐらい、もう見ても見ても取り除いても取り除いても薬剤を撒いても撒いても肌にの被害が収まらないといった状態になりました。正直ね、今まででこの8年か9年か美覚をやってますが、ここまで肌にやられた年は今年が初めてでした。いや本当にね、美覚だけじゃないんですけど、肌にがついてるのって本当に肌にが大変いた。でもう今ここずっと映ってますけども、これもうね肌にの数が減らなすぎて、もう怒り狂ってしまって、ほぼほぼ胞子葉を落としました。もうねトゲトゲになってます。これウィリンキーね、これもね刃先にねすごいね肌にがついちゃってて、どうすることもできないってなって、無理やり胞子葉を全部切りました。こっちもねベイチーワイルド×ウィリンキーなんですが、本当にひどくて全部切りました。もう辛い、見てるのが辛い。本当にこれ SS 不運ですね。俺を切りました。もう葉っぱがね大きければ多いほどね本当にやられるっていうのも分かるし、まだやられてなくても未然に防ぎたいっていうのがあって切りました。この辺を全部。こっちもね波切りました。でアンディナムが超ひどくて、どんどんやられていくんですよ。もうねなんでって肌にがつくと、このトリコームの内側に潜んでしまって、ちょっとやそっとの水圧じゃ落ちないのかなって思うぐらい肌にが消えないんですね。最近ようやく消えてきたかな。小株ですけど、これ肌にやられてますからね。この感じ、ちょっとこの感じも肌にやられてます。このボツボツボツってなっちゃった、これ、このクイアと肌にです。で赤いのがついてるとそれ肌に、今は、ようやく減ってきたかな。で葉っぱがねこうやってやられるだけだったらまだいいんですけど、結果的に成長不良を起こすんですね。だいたいこういう成長不良を起こしてます。これもやられてる。でここまで肌にが来ちゃうと本当にダメ。いやさっきまで良かったんだけどみたいな。肌にやられた葉っぱを落としたんだけど、次の葉っぱも成長不良でずっとこんなんが続いていって、結果的に成長を止まっちゃうみたいなことも実はあったんですよ。いやこれもウィリンキーボゴールさんのやつね。この葉っぱにすごい肌にもついてたんで洗いました。もう強く洗った結果ね、成長止まりまして、すごい悲しい姿になりました。これもね、これギリ動いてるかな。でパッと見肌には消えて、この個体に関しては成長はね大きくぐずつくってことはないのかなと思います。でこっちエリシーとクワドリもかなりやられてますね。もうね同時多発テロみたいな感じで、どんなにやってても次はこの株で復活して、次この株で復活してみたいな形で、本当に手に負えないような状態にまでなってしまって、今ね現在9月なんですよ。辛いっすね。これもE1。ちょっとね今この室内では管理しきれないっていうので、ちょっとね植物の生育自体を緩やかにしようかなと思ったりもして、もう肥料を少なめにしたりだとか、ちょっとね換水頻度をね開けてみるだとかっていうこともしてたんですけど、多分それでも植物の成長の勢いが衰えて、葉っぱに抵抗がなくなって虫がつきやすくなっちゃったのかなっていうことも考えてはいるんですね。ちょっと他の株も見ていきましょう。うわこれ本当にひどい。まだ肌にいるかな。こっちもねやっぱやられてます。ほとんどもう大体やられてる。こっちウィリンキー系なんですけども、これは大丈夫だけど、これは多分やられたんでしょうね。葉っぱの先の展開がなくなるんですよ。こんな感じでずっとぐずついてますね。もともとぐずつきやすい個体っていうこともあったんですけど、でこれもやられてますね。葉っぱ自体はやられてる感じないんですよ。全然ねやられてないんですけど、貯水がやられたかな。貯水がやられたっぽいっすね。で貯水のやられてしまうとね、もうかなり困難。どこに住み着いてるのか分かんないんですよね、こうなってくると。で薬剤も貯水だから入り込みにくいっていうこともねあるのかな。ちゃんとねこういうところにバーってやってもやっぱり来る時は来ますしね。これはね実はもともと屋外で管理していたので、最近こっちに来たんですけど、2ヶ月ぐらいはこっちにいるか。これは大丈夫なんですよね。生育的にはすごく良好な状態だったっていうのもあるのかもしれない。こっちはね一応未生の選抜、すごいかっこいいですよね。すごいかっこいい。もうこれはねなんとか守ろうと思って、なんとかギリギリのところでね維持してますけど、なんとなくなんかもう全部が肌に見えてくる病気に今私もかかってるんで、すごいねこの成長不良を若干起こしてるのもすごく嫌な感じがします。でちっちゃい小株とか、未生のがこういっぱいあるんですけど、中ではねやっぱこのヒリーとかがね本当についちゃうと厄介で、本当にねヒリーはねダメですね。まあだいぶ復活してきたっすね。だいぶ綺麗になってきた、よかったって感じ。でもやっぱりやられてる葉っぱ残ってるんで、これもやられてますね。で結構薬剤撒いたんで、どうしようもない時にはちょっとかなりちょっと強めにも撒いちゃったんで、薬害も起きてますね。ちょっとこれ薬害っぽくなっちゃったんだよな。本当にやっちゃったなって感じで、このウィリンキーは大丈夫なんだよな。こっちはまあ大丈夫。ちょっとコウナンさんがやられたな。いやーやられた、本当にやられた。でまあやられるとですね、結局成長不良につながっていくのと、葉っぱが綺麗じゃなくなっていくんで、すごいメンタルにくるし、今年ね年末とかにイベントもお誘いいただいてたんですけども、ちょっと状況が状況であんまり綺麗な株を持っていけないなっていうことがすごくあって、で養生をしてるのもたくさんあるんですけど、なかなかねそのダメージによる表現か何かがちょっと別のいまいちな感じで、状態が良くないものはねやっぱり厳しいですよねっていうのがあったんで、今年は多分私ねイベントをお誘いいただいても出ますって言えないし、なんかそういうのはもう今年はないかなと思います。おそらく古きの美格はどうやったら買えるんですかっていうお問い合わせもね多く近頃いただけるんですけども、今現在このような状態なので、いけそうな株はもちろん中にはあるので、そういった株に関してはネットの方でインドアホビーズのお店版とかでね概要欄にリンクがありますので、そちらで販売をちょこちょこっとして終わりかなと思います。もうヒリ見るともう神経質に見てしまう。これは大丈夫かな。こいつは大丈夫なんですよね。やっぱね元気なやつにはつきにくいんだけど、やっぱり体勢がちょっと弱ってるなとか、ちょっとぐずついてんなって株にはついて、さらにぐずつく。いやー性格いいんだよな。肌にも弱い株にはつかない、強い株にはつかないけど、弱い株から真っ先についていって、それで増殖して強い株もやっていくっていうようなね肌にのねプレイですね。はい、でね、ちょっと一応ねいろいろ薬剤は使いましたよ。いろいろ使いました。もちろんこれ以外にもねいろいろ使ったんですよ。肌に関係は合計で何種類使ったんだろうな。とりあえず5、6種類は使ってやってましたが、根絶が難しすぎて、肌にってすぐ薬剤の耐性をつける最強の害虫らしいんですね。大体多分もう耐性がついちゃってしょうがなくなってます。いやー、薬剤もほとんど効かないということで、肌には本当にお気をつけください。でね、そうですね、今の私から言えることは本当にお気をつけくださいといった状態です。一応ねこういう状態になってます。もう管理不行き届きすぎてこんな状態にまでなってしまった人の末路ということで、一応皆様にご覧いただいた方がこの害虫の脅威をお分かりいただけるんじゃないのかなと思って、お恥ずかしながら一応動画にしておきます。これも一応植物観察シリーズ的な感じでね不定期な感じで動画出しましたが、本当にお気をつけください。もうね貝殻虫の100倍難しい。貝殻の100倍きつい。貝殻なんてちょろいですよ、肌にを考えると。でダメージ食らったら1年以上ちょっと引きこもりたくてしょうがない、そんな感じです。ただね今屋外管理してるやつはうち肌にの被害がないんですよ。この植物部屋だけですね、肌にの被害が大きいのは。肌にって紫外線に当たると繁殖能力がちょっと低下するらしいんですよ。それと屋外では肌にを捕食する害虫、カメムシとかも肌に食べるらしいんですけど、テントウムシとかそういったのが肌にをね食べるらしいんですね。よくカブリダニとかそういうのもいると思うんですけど、ただこの植物部屋には紫外線もなければ、メタハラやめちゃったし、紫外線もなければ肌にを捕食する害虫もいないということで、肌に VS 自分みたいな、そのだけでやっぱり自宅に比べると観察する時間がね全然短いっていうのもあって、肌に勝てなかったっていうのねちょっと深く反省をしてます。本当にねこの管理方法は深く反省しました。ちょっと本当に良くない、本当に良くないです。2年ぐらい経ったとこですけど、今後の管理は大きく見直していきたいなと思って、ちょっとね今温室も屋外に、もともとパーゴラが建てたところに建設中なんですけども、そっちの方ではもっと別の管理方法をよく考えていきたいと思っています。でこちらはこちらの管理でねやっていきたいと思うので、大株になってきたらねもう屋外に出す、できればね太陽光の光をわずかでも浴びて、冬はちょっと休眠状態みたいな感じでもいいのかなと思います。今現状私がお伝えできることを今日全てお伝えさせていただきました。いっぱいあるんですけどね、まだまだお伝えすることはいっぱいあるんですけど、今日のところはちょっとひどい状態だよといったお話でした。皆様もお気をつけください。ご視聴いただきどうもありがとうございました。